全然間に合わせることができると思います。センターを突破するだけの実力をつけるのであれば、はい、まあ基本の勉強はやっぱり、まあね、せっかく浪人するのでまた、ね、日大に戻っちゃったらちょっともったいないなと思うんですけど。武田塾チャンネル。はい、まあ本当に直前期ですね、はい、というかまあ入試始まってますよね、みんな頑張れ大丈夫だ。なんその松岡修造みたいなノリになってる。ふーれー頑張れ、うん、受験生はもう受験に向けて頑張ってもらって、受験生頑張れ、ね、非受験学年はね、受験に上がる前にね、ぜひスタートダッシュかけて、はい、そんなにいろんな受験生の悩みとかね、うん、扱っていくこの番組は受験相談 SOS。 最後まで諦めんなよ。ヤミ先生、はい、今回の質問ですか。今回の質問はですね、うん、現役生です、うんうん、事情があって3ヶ月しか勉強できず、日大ならほぼ受かるのですが、マーチは微妙です、うんうん、その場合浪人して国立を目指したいのですが、うん、センターで使う、理系科目1年間じゃ、難しいですかという質問です、うん、なるほどね、はい、これ結構ありますね、こういう相談は。現役から浪人して国立目指すはあるあるですね、はい、割と失敗フラグなんでちょっと気をつけてほしいところではあるけど。そうですね、うん、でまあその要はマーチはいくついんだけど、うんうん、あのニット本線までは受かってて、うんうんうん、で浪人してあの大体その国立目指したいっていうパターンですね。大体これであるパターンっていうのは、はい、それでセンターを最後ギリギリまで追い続けて、はい、結局メインで使ってる3項目すらマーチも終わらずっていうパターンになるケースが。そうなんです。でそれで、まあ、大体明治学院とか成城とか感じですね、うん、はい、まあ、もしくは2と駒線かそれ以下に、ね、そうですね、確かに2と駒線、日大か選手に行くっていうのが結構多いですよね、うん、これは、うん、はい、いやね、単純な話、理系科目を間に合わせるだけだったら1年あれば十分間に合うんですよ、センターは、はい、まあ、国立どこかにもいるんだけど。そうですね、国立医学部って言われた話は別なんでまあまあまあそれはないと思うんですけどね、はい、まあ、だから国公立の中でも例えば宮廷なのか、はい、地方国立なのかでも結構違うじゃないですか。うん、確かに全然間に合わせることができると思います。センターを突破するだけの実力をつけるのであれば、はい、まあ、基本の勉強はやっぱりもともと一般で使ってた科目をメインにそっちで点を稼いで、うん、その理系科目は最低限足を引っ張らない点数を取って突破するっていう流れかなと思いますけど。うん、うん、まあ、なのでただやり始めるのは、うん、3科目の英国社かな、多分メインで使ってたのは、はい、が最低でも日大レベル終わってるレベルまで到達したらかな、うん、そこから数学追加して、うん、数学が基礎終わったら理科追加してみたいな感じがいいかなと思いますけど。そうですね、社会も一個あるしね、はい、うん、まあ、単純な話浪人したら1年間ちゃんと勉強できるのかとか、まあ、事情があってできなかったってことなので、はい、まあ、今の時期からここからは全力でできるのかなっていう、うんうん、まあ、浪人してやって間に合うだけの講座が立つならいいんじゃないですかっていう。そうですね、うん、3ヶ月で偏差値かなり上げてるっていうんだったらいけると思いますし、うんうんうん、1年で間に合わなくないですよ全然、うんうん、全然間に合わせてる人はいますし、うん、はい、まあね、せっかく浪人するのでまた、ね、日大に戻っちゃったらちょっともったいないなと思うんですけど、はい、やっぱりまあマーチしっかり取れるようにして、で国立も取れるようにしてっていう感じがいいかなとは。そうですね、はい、やっぱり国立目指してまた私立同じとこ戻っちゃうって人も多いですよね。そうですね、はい、そこはちょっと気をつけてほしいですね、はい、うん、はい、というわけで頑張ってください、はいはい、今回は以上です。はい、中森先生、はい、あれこの背景は何ですか。ちょっとね、新企画のあの、はい、背景としてですね、新しく、はい、あの設定したやつなんですけど、新企画武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法っていう、はい、シリーズ。そんなシリーズができちゃったんですか。そう、今、はい、絶賛こう動画増えてる最中なんで、はい、ぜひね、あの、はい、直前期だったりもしくはいろんな大学でどういう勉強すればいいのかなっていう知りたいね、受験生にも、うん、こっから受験する非受験生にもおすすめな動画となってるのでぜひ見てほしいですね。なるほど、おすすめですね、はい、これは、ね、はい、まあ、プラスね、はい、参考書ごとの1冊ずつの情報とかね、はい、勉強について、はい、文字で、見れる逆転合格 .com というサイトがあります、はい、それはこちらですね、最強のサイトですね、はい、さらにですね、はい、武田塾チャンネル、今までのこの動画ですね、いろいろ見れるように、はい、チャンネル登録、募集しております。それがこちら、本当登録してください。はい、お願いします。で最後で今あのいろんなね質問とか皆さんから来てるのは、実はそのコメントの方でね来ていただいた質問を返しておりますので、はい、コメントここから、ね、できますのでですね、はい、ぜひこちらから、コメントもしてみてください。